さあ50のねセレビの方やっていきましょう。制限時間30秒、ちょっとどれがいいかね迷ったんですけど、まあフーパのアップダウン、まあスキルレベル高くしてるやつをやっぱ使うっていうのが一番じゃないかな。で世のワールの最後の力、そしてここねダークラインにしようかね、ゾロアークにしようか非常に迷ったんですけど、なんかダークラインの方がいいような気がするなってことで、これでちょっとやってみましょう。ノーアイテムでちょっとチャレンジしてみますね。どこまで減らせるか。さてと、はい、あれ嘘、うわきついな結構。なるほど、今ちょっとバンギラスである必要性あまり感じなかったんで、ちょっとファントムコンボで挑戦してみようっと。よし倒しましたね。ファントムコンボプラス、ヨノワールの最後の力で、ノーアイテムで倒すことできました。ちょっと今運良かったけどね。最後の力2回発動できたので。さあ、ステージレベル50をクリアして、メガスキルアップ1個ゲットと。さあ、75までやってきますね。今回はね、ブロックが非常に多いセレビーを出してくるので、まあ、スピアを入れつつ、ヨノワール、スキルマックスのヨノワールに、ルナーラ、ファントムコンボとギラティナ、ゴースト固めでいきましょう。ノーアイテムで挑戦してみます。最後しょっぱなファントムコンボを揃えて、よし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 、いいぞ。ちょっとここで考えて、ちょ待て待て待て、よし悪くない悪くない、今13秒でね、ということは切らして、あ、しまったしまった、よし最後の力で、残りね13秒ぐらいの時に今、途切れなくてちょっと困っちゃいましたけど、残り10秒からの最後の力で、倒すことできましたね。ファントムコンボもうまくいきました。スキルジュエル75をクリアしてスキルチェンジゲット、よかった。さあ、セレビの方100までやってきました。これね、シルバディのタイプレスコンボ、非常にね、やっぱ使えるって話題になってますね。どうしようかな。スキルレベルマックスにしたら、80% で発動するみたいですね。で、倍率は 2.5 倍。あー、どうしようかな。迷うな。ティアさんが言ってたけど、150、スキルパワーが必要で、めちゃくちゃ重いんだよね。ということは、作るってことは、クッキーを大量に消費しなきゃいけないってこと。これを作れば強いんですけど、おそらく無課金の人にはかなり作るの難しいんじゃないかなと思います。ちなみに今、アイテムがこんな感じですね。スキルパワー L が4枚、M が23枚と。ちょっと M1 個上げてみようか。M1 個上げて、はぁ、なるほど。M1 個上げてこんぐらいだもんね。2個で、うわー、確かに5にするの相当かかるぜ、これ。L だと やべ、作るか、もう。
うわ、M でこんだけしか上がらない。やべえ、脳みそがとろける。何週間分の EV だ、これ。いやー、スキルレベル4。ここまでやったら、スキルレベル4と5の差が、結構 15% ぐらい発動が違うのかな。なので、上げていくしかないでしょう。まあ、めったにスキルレベル上げないということで。えい。うーわ、L でもこんだけだもんね。さあ、あとは S をちょっとちまちま上げていこうか。はい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 。ああ、あとちょっと。ちょっと余らしちゃってるかもね。はい、スキルレベル5にしちゃいました。タイプレースコンボ、スキルレベルマックス。これで、何がいいかっていうと、他の今まで送り火とかスカイコンボ軸ありましたよね。まあ、そこの軸にシルバディを入れて、どんなパーティーでもコンボスキルとして成り立つと。ただし、5マッチの発動率が 100% ではないので、送り火やスカイコンボだったらまあそっちの方がいいんじゃないかな。ただ送り火の倍率が、タイプレスコンボは 2.5 倍に対して低いので、シルバディ自体は倍率が取れないにしても、抜群の中に入れてあげるとね、非常に効果が出るんじゃないかということで、やってみましょうか。セレビの100はね、イロバンギラス、もしくはスピアあたりがいいんじゃないかな。バリアのお邪魔してくるんでね、ちょっとノーアイテムでやってみましょうか、これで。よし、挑戦だ。さあ、まずは、ちょっとバリアを弾いていきましょうか。あっとっとっと。はい。で、シルバディを、いいのがね、5マッチを作らなくても、3マッチでも発動することですね。おっとっとっと、おお、すごいすごいすごい、やばっ、これパワーアップ使ってなくて1100とか与えてんだよ、イベルタルが。恐ろしすぎる、マジで。これは半端ねえぜ、マジ。最後の力なんか全然使わなくても余裕で勝てましたね。タイプレスコンボの恐ろしさ、なんとなく分かったんじゃないでしょうか。やっば、勝手なコンボが1000いくつとか言ってんだよ、4マッチの。パワーアップなしで、パワーアップつけてたら、2000与えてるってことですからね。これはとんでもないものを作ってしまったぜ。はい。ということで、100を突破しましたね。ということで、一旦ちょっとここでね、動画区切って、次、200までやっていこうかなと思います。ここから、125からは、ちょっとね、タイプレスコンボ使って頑張ってみようかなと。確かにこれ、ちょっと無理してもね、作る価値はありそうな雰囲気は漂いましたね。シルバディ、倒すのもね、非常に難しくて、捕獲も僕、非常に苦戦しましたが、しっかりね、捕獲して育てる価値はありそうです。ただ、スキルレベルを上げないとですね、発動率がかなり低いので、初期で確か 40% だったかな。で、スキルレベルマックスで 80%。3マッチでも4マッチでも5マッチでも 80% ってことで、確実にね、ダメージ倍率が与えられるわけではないですけども、まあ、発動したらめちゃくちゃ強い。強さはね、十分に感じられましたね。ちょっとどこに、ちょっとどこでね、アイテムを投入するか、非常に迷うところですが、僕はですね、スキルレベルマックスにしてみました。なんでかというと、ここだけじゃなくてね、他の場面でも使えるからです。なので、まあ、シルバディをね、1個作って、あとはね、レベルをまあ、マックスにしとこうかな、という感じですね。ということで、よかったらね、また次も見てください。それじゃあ、土の子でした。